です。お願いします。本日は練習会で皆さんにご協力いただいて、練習やっているんですけれども、またちょっとグローブ紹介やっていけたらなと思います。今日僕は日向坂ちゃんでやっていこうかなと思います。まあまだ湯もみはできて、肩はついたんですけど、ポケットの方がついてないので、もっともっとキャッチボールして、まずはポケットを作っていくって作業をして、まだ暴れるのでグローブで今日の練習から今後やっていこうかなと思います。で、今日はこのドナイヤのグローブを買うきっかけの子とかも来てくれているので、いろいろ話を聞いていけたらなと思います。それではやっております。どうぞ。はい、本日は参加の方ありがとうございます。はい、お名前を。名前は大久保です。お願いします。お願いします。で、ちょっと今日グローブ持ってきてもらってるので、はい、ドーンと出してもらって、一気に立つ。はい、これはい、スラッガーじゃないですか。はい、まずこっちが折り返しハーフで、かなり浅いですね。そうです、浅いです。これ結構年季入ってるように見えるんですけど、はい、今流行りのクリーム系、ブロンド系使ってますね。2年前ぐらいから。これちょっと当ててもいいですか。はい、まさかの浅村選手モデルで当たってます。おい、来たー。ずっと買おうか迷ってるグローブ。ちょっとはめても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。あっさい。こうすればわかるかな。もうあっさいですよ。当てでも押すグローブではないですよね。でも結構セカンドで押す感じで、押すで、ああそっか、押せるか。結構クリームで結構柔らかいグローブなんで。まだグリスもしっかりと残ってる。入れました。あ、やっぱりそうですね。後から入ってるので、いや、すごい使いやすそうなんで、手にフィットする。まあ N7S って若干、はい、セカンドにしてちょっと大きめじゃないですか。はい、まあ、でもそこを、まあ、浅く使えるっていう点で、はい、まあ、結構握り替えもスムーズにいけてるグローブなのかなと。で、続いてちょっとこちらを、はい、よいしょー。補給面はん、ちょっと待ってください。これも L7S 軟式用で。和夫さんじゃないですか。はい、ってことは大きさは一緒ってことですよね。大きさは一緒 で折り返しが、ここが違うだけで大きさ深さは同じグローブ。そうです、ね、ちょっとはめても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。あ、全然でも肩が違う。こっちはしっかりと、まあ包む感じ。そうですね、まあ丸みを帯びていてしっかりと包むような。で、 L7S3 も一緒なんですけど、はい、特有のポケットが広めな、はい、グローブですね。いやー、素晴らしい。これも西武時代の松井和夫選手、はい、でこちらは西武時代の浅村選手。はい、おー、あれ、西武好きですか。西武好きです。あ、ちょっと僕もスラッガー大好きなの で特に N7S3 に関してはずっと前から気になってたの で、はい、で初めてはめたんで、いや、こんなに素晴らしいグローブだなと。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本日はありがとうございます。お名前を。フレイムです。フレイム君、はい、お願いします。はい、で、ちょっと今グローブ持ってきてもらったんですけど、どんなグローブですか。こちらです。おいしょー、 SSK プロエッジと中に書いてあります。防寒スタイルの投資用ですね、これ。しかも肩がすごいピッチャーらしい方、ちょうどグローブにかぶさってみよう。ピッチャーらしい方ですね。思いっきり握りつぶす、こういう感じの。そうですね。なるほどなるほど。なんか特徴とかってありますか。一目惚れして買いました。おお、まあかっこいいですもんね。黒いグローブに水色のステッチ、はい、水色ですよね。そうですね。高校生とか中学生とかって基本単色じゃないですか。なんですけれども、まあ、ステッチの色を派手にすることで少し映えるグローブに変身していく、だったりとか、まあ、あとは他と違うのは王冠スタイルで他と差をつけていったりとかっていうのがあるので、でやっぱちゃんとお手入れされてるなっていうのを感じるのが、ツヤがしっかりと出てるんで素晴らしいですね。で、まあ、ポケットの方を見てみると、さっき言った通り握りつぶす方で、ここが小さめな、これ補給する際は奥でしっかりとっていったようなグローブですね。僕 SSK 正直さっぱり分かってないんですよ。はい、お値段どのくらいだったの。これ公式用なんですけど、はいはいはい、2年前のモデルで2万円ぐらいで。公式用で、外欲で。すげえ、それ俺買いたかった。僕も SSK 全然分かってない状態なので、まだ皆さんに発信できるように少しずつ勉強していこうかなと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そしてもう何回か、そうですね、お名前をどうぞ。どうも、ひろとです。はい、お願いします。お願いします。僕がこういうやつを買うきっかけとなったのが年末の、そうですね、これですね。はい、ひろとくんのグローブ紹介した時にこれ買うって決めたっていう。早いですね。はい、もう一度、はい、なんか型の特徴とかっていうのがあれば。型は
基本つかみ取りです。はい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 。僕はどちらかというと親指を残した型を、同じ型なんですけどもまた違いができてるっていうのは、まあラベルはそのままの。そうです、そのままです。このひろとくんのドナイヤのおかげでドナイヤを購入することができたと。はい、その説はありがとうございました。ありがとうございます。あと今日もう一個持ってきてもらってるんですよね。はい、それが、はい、こちら、よいしょー、ローリングス。これは、はい、まさかの HOH。 そうですね、 HOH。 おお、じゃあ軟式の中でも一番ランク高い。はい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 。口調はまだ型がちゃんとできてないんですけど、はいはいはい、普通の多分さっきと言った形じゃないですか、つかみ取りっていうか。でも、まあ、外野手特有な外野手の形ですね。はいはいはい。でもちょっと当て取りとかもしたいんで、外野で早く投げたいっていう感じがあるんで、結構浅い感じかなと思います。はい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 。このウェブ結構最近気になってるんですよ。ウェブ、このウェブが結構気になってて、ここが強くなってるんですよね。なんで深くなりすぎないんじゃないかっていう。そうですね、あのここが柔らかいとどん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 こっち側に広がっていっちゃうのをかなり分厚いので深くなりすぎずに済むんじゃないかっていうのはありますね。でもう一個、ここの柄のところに文字が入ってるんですよ。もし見えるかな、同化しちゃってるかもしれないですけどこんなと細かいところにザ・ゴールド・グローブ・ CO ですよね。ですね。なんかちょっともしかしたら見えるかどうか分かんないですけど、ここのところにプリント刻印がされてて金で入ってるので、いやこういうところにもいいと思って。普通だったらやっぱこういうローリングスの刺繍とかにとかこの柄に目が行きがちなんですけれども、なんかローリングスはやっぱりこういう遊び心があるので。そうですね、僕は好きですね。ちょっとあのはめてみてもいいですか。どうぞ。ありがとうございます。小湯に、小湯にの多分仕様になってるんで。あ、そうかそうかそうか、なるほど、こっちか。そうです。あ、本当だ、もう最初から小湯に仕様になってる。はい、グローブなので、まあ本来は確かに深めに使う方ではありますね。でも逆巻きにされてるんですね。そう、まあ少しでもポケット広くっていう意味で逆巻きにしてる感じかなとは思います。 HOH のこの柄のグローブ今すごい気になってるので、そのうち増えてるかもしれないですねありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでラスト周平さんに、来てもらいました。なんか珍しいグローブを持ってたんで、ちょっと紹介してください。はい、こちらじゃん、ネットネオステータス、Z ネオステータスのピッチャー用グローブです。はい、これなんですけど、あの走れ大井チャンネルじゃないですか、はい、先日の撮影の時に俺の手話プレイをなんか貸してくださいって貸したんですよ貸したと同時になぜかこれを渡してきました。これ試合で使えないピッチャー用。そうで、なんか2年ぐらい前に、はい、スポーツ10円さんで上野御徒町の、そうそうそう、で購入されまして、はいはいはい、まあ、ずっと使ってたらしいんですけど、なんかあのよくわかんないですよ。なんで大井くん俺それなのって言ったら、いやなんかその型がいいからっすみたいなじゃあなんでこれくれたのって言ったら、いや型が一緒だからっすじゃあいいじゃんって話です。っていうなんか型が一緒だからっていう理由でなぜか俺のを借りて、うんうん、同じ型のこれなのいいっすよねみたいな、フラマイゼロっすよねみたいな感じの表現なるほどなるほど、はい、で言われました、はい。まあ、大井さんももともとピッチャーでやるときに使ってたんですけど肩やっちゃったんですもんね。そうだね、まあ、なんかねキャッチボールしたいらしたらただ 使ってみたいらしくて。なるほどなるほど。小型なピッチャー用ですよね。そう、ちっちゃめ、まあ俺が好きそうな、うんうん、まあ、それも言ってました。翔さんはピッチャー用のちっちゃめのグローブが好きなんで横型なんでお見通し、まあ、そうなんで掴むときはこういう感じ。なるほど、まあ、俺がいつも使ってるような感じではある。まあ本当に一緒っすね。一緒一緒一緒、マジ一緒。なんかあんまりこう違和感なくやってます、はい。これネイビーと紫なんですか、黒と紫なんですか。ネイビーじゃない、ネイビーですかね。ネイビーですね、ネイビー&紫。玉はみヘリ側がゴールド。まあネオステさんたまにそういうカラー出してますからね。やっちゃうんだたまに。やってます今。まあ単色プラス金ゴールドか、単色プラスゴールドっていうのはたまに見ますね、はい。すごい保管状態のいいグローブだなと。そうですね。はい、というわけで本日は、こちら紹介しました。終わりです。で、あとは皆さんのグローブ紹介の方してまいりました。はい、ぜひいろいろと今後グローブ購入の際の参考にしていただければと思います。はい、この紹介がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジいつの間に、まあさらっと話してだってよ、だってよみんな。あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、もう右手握力だけだけぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう痛いのだけ、痛いのだけ、痛いのは痛いですね。痛いのだけ。高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ。
あの衝撃球種、うん、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですけど、親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで？プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。えあ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなって言ったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから、ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら、ありがとうございます。はい、じゃあこれ、はい、HS プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタ貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと頑張っていきますので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。Yeah.